寺島よしきがお送りするワンポイントイングリッシュはなんと99回目です。そして、ことわざを紹介しています。ずっとことわざ紹介してきました。今日はちょっと短いですけど、超有名な。So many men.So many minds. 意味わかる ?So many men, so many minds. たくさんの人がいれば、たくさんの minds、考え方があるよねって言ってるんです。ね。so many men がいれば、so many minds があるよね。minds は、もともとは頭の中ですから、えー、そこから、まあ、頭の中、たくさんの頭の中があるよねってことなんで、そこから、 この言葉座の中では考え方と見てください。見てください。なので、たくさん人がいれば10人いたら10人の考え方があるんですよ。100人いたら100人の考え方があるんですよ。こういうのを日本語で何て言いますか知ってますか ?10 人といろって言うんですよ、えー。嘘だと思ったら、まあ嘘だと思ってないと思いますけど、もし、あ、テロップ出しておいてね、10人といろ。あの、 10人いたら10人の色がある。日本語ではそう言います。10人と色。ね、えー。ぜひ調べてみてください。どんな意味か。ね。10人いたら10人の考え方がありますっていう、そういうやつなんですよ。ね。で、これを、えー、それが日本語訳です。で、英語の場合は、たくさん人がいればたくさんの考え方がありますよねっていうことです、えー。私思うんですけど、全く同じ考え方を持っている人って世の中にいるんでしょうかね。完全に同じ考え方を持っている人。 うん、多分いないと思います。あの、全く同じ顔をした人がいないのと同じように、えー、全く同じ指紋を持つ人がいないのと同じように、全く同じ考えを持っている人っていうのはおそらくいないと思います。えー、なので、えー、人が多ければ多いほど100人集まったら100通りの考え方があると思うんですよ。じゃあ、例えば今から私が言う例について、皆さんはどう思いますか宝くじに当たったとします。3億にしましょうか。 三億円の宝くじに当たったとします。そしたら私の考えはこうです。三億円の宝くじに当たったら、会社を辞めますという人がいたとします。ね。三億円当たったら、まあ大体一生暮らせるだろうから、もう会社は辞めます。ね。もしくは今やってる仕事は辞めますという人がいたとします。で、私はそれはおかしいと思ってるんですよ。ね。ただ、宝くじに当たったから、 やめるような仕事をしているのであれば、今すぐやめてください。あなたは、全然その仕事を面白いと思ってないし、やりがいも感じてないし、ね。えっ、ー、と、やりがいって、こういう単語ありますよね。リウォーリングね。これ、やりがいがあるって言うんですね、えーし。私の仕事はリウォーリング。やりがいがありますねって言うんですけど、 ね。やりがいもないんでしょだから宝くじ当たったら辞めるんでしょね。まあそもそも宝くじ買うかどうかの問題もあるんですけど、まあ例えね、これね。宝くじ当たったからもうお金に心配ないから仕事辞めます。あの考えてみてください。えっ、ー、と、まあ私はそれに対して反対なんですけど、だったら今すぐ辞めて自分のやりたい仕事をやったらどうですかって言ってるんですよ。ね。で、自分のやりたい仕事をやれない理由は何ですかそれは、あなたが今までサボってきたからですよ。 今まで自分がやりたいことをサボってきたから、だからできてないんですよ。ここで、こぼされた涙に、涙じゃないよ。こぼされたミルクについて泣いても無駄と言ったじゃないですか。ね。終わったことはしょうがない。あなたはやってなかったんですから。で、じゃあこれからもそんな人生を歩むんですかっていうことになるわけですよ。なので、えっ、ー、と、やれることを自分で今から考えて、今からしっかり考えて、 自分が今から何ができるのかをきちんと考えるべきだと思いますが、えー、仕事辞めた方がいいと思いますよ。本当に。宝くじ当たって仕事辞めるみたいな考え方をもし持ってる人は。ね。って、言うのは、私の考え方であって、多分、これを聞いていた人の、多くの人が、賛同しないかもしれないです。だって10人、十人トイレですから。 ね。10人いたら10人の考え方があるわけですから。ね。えっ、ー、と。せっかくもう99番まで来たんで、コメント募集とかしてみようかな。ここだけは私が絶対にコメントを見るって。ね。えー、あなたが、今私が言ったね。宝くじに当たったら仕事を辞めるような仕事を今してるのであれば、 今すぐその仕事を辞めて自分のやりたい仕事に就きなさいという意見について皆さんはどう思いますかっていうのをコメント欄にちょっと書いてみてください。ってなったらみんないろんな意見があると思うんですよ、ね。で、中には私に賛成っていう人もいると思うその人は賛成って打ってみてください。ね、だけど、いや、それはね違って、やっぱり家族というものを守らなければいけないから、それとね、えー、みたいなことを言う人もいるかもしれません。ね で、それは実際ね、いたんですよ、えー。家族を守らなきゃいけないから仕事は辞められない。だけど仕事はもう本当にきつい。本当にきつくて、上司もきつくて本当に大変だっていうのを忘れもしない焼き鳥屋で喋ったことなんですよ。ある男性と。ね。ある男性とそれで相談を受けたんですよ。ね。で、私はこう言ったんです。あなたが、お前がな、まあまあ一応後輩だったんで、参考したらったんでね。お前が今、その辛い状況があるだろで、お前は今なんで仕事を辞めないかっていうと、家族のために仕事を、まあ、 やらないとお金がないから、それが困るっていう話で、家族のためにオンリーなんだよ、こいつは。もう仕事辛くて辛くて本当に大変で、いろんな責任取らされて上司から怒られてみたいなことで、もう本当にうつの状態に、ディプレッションの状態になってるわけだよ。で、俺はこう言ったんですよ。ね。お前がその家族を守りたい気持ちはわかると。ただ、お前がそんな毎日毎日辛い仕事に行っているっていう状況を、 お前の奥さんなり娘さんなりね、家族は絶対に喜ばないと思うよ。いくら家族のためと言っても、ね、えー、娘さんは自分のお父さんがずっと苦しんでるところを見たいと思うって。奥さんもそうだけど、その人の奥さんもそうだけど。ね。だったら、今すぐ転職の準備しろって言ったんですよ。で、この私のアドバイスに彼は従いました。彼は従って、その仕事をやりながら、有給休暇取りながら転職しました。 すんごい楽しそうにやってました。ね。その後。で、私のアドバイスはこれが良かったか悪かったか分かりません。たまたまその人にとって良かったかもしれません。ね。なので、本当に、そうめにメン、そうめにマインズなので、皆さん今の意見に対して反対意見もあると思います。なのですが、ぜひですね、どのくらいのこのマインズが皆さんにあるのかを結構知ってみたいっていうところがあるので、えー、もしよろしければ、えー、コメント欄にですね、自分はこれ、今の件ね、 仕事に対する考え方の件についてどう思うか。ね。たの、私は楽しいことを仕事にする。やりたいことを仕事にする。え、そのために、えー、ある程度の努力は仕方ないので、厳しく、あの、やった方がいい。えー、という考え方なんです。えー、で、えー、やっぱり、宝くじ当たって、家に閉じこもって何もしなくていいです。お金はあります。つっても、多分、つまんないと思うよ、人生。っていうのが私の意見なんですけど、皆さんどう思いますかっていうのを今日は問いかけて、 終わってみたいと思いますが、ええー、まあ、こう言いながら私は一切コメントを見ないので、ええー、と、見るのはスタッフだけです。<laughs> なので、私の耳には入りませんが、まあ、あの、スタッフさんがこれで、あの、その、議論において楽しんでいただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。ラロビオフォーチュダイいや、でもコメントしてみて。たまには見よっかな。あ、全返ししてやろうが全返しすべてのコメントに俺が返す。で、えー、アンチコメントについては全部電話する。これどう <laughs> えっと、ズームでなぐ。これだったらいけんじゃないズームでつなぐ。んななぐやんねえよ。はい、ということで、えー、ここまでの終わって終わってラジオしくでした。あと一回ね、お疲れ様でした。